どうもこんにちは。我々はすでにヘブラ山洞窟の無にやってきております。かけらが目の前を飛んでると思ったんです。これは油断できない。氷をね、溶かしていけってことなんで、こうしてこうなんかかがり火、いや、ファイヤーキース、ファイヤーキース、いや、4鳥も使うんかお前。まあいいや、こっちから行きましょう。おっと、ほら、これを縦横無尽、じゃじゃうま。たまーに溶かしてくれると助かるんだけど、そうですよね、噛んでいく。いや、まあ、これソニックブームたけし、かっこファイヤー、こいつが一番強いぜ。そうだ、やれ、よーしよしよし、いいぞ。で、僕たちはその間にかがり火、いや、このトーチスラグを出しまくる。熱っ。まず一つ、まさにフレンドリーファイヤーをちょこちょこしていきつつ、次はこちら十字路クロスロードの上の部分なわけなんですけれども、いいぞ。あー、つるりんだ。ここ、よしで、ここもテーブルを出し、慎重に行こうぜ、慎重に。まずはこれ溶かさなきゃいけないんだからよ。かがり火の、待てよ、キャンゾルか。持つ。で、持って近づく。いいぞ、よっしゃー。で、これで休むでもなく調べる。これで二つ目です。おっと、待て、この上、こう、欠けた断片にも乗れるわけですよ。で、こっからな、ベッドを出してたな。あ、やばい。あ、やばい。あい、あ、古来より、火器の使用は慎重にってことね。これ空中変身。叩き切る。オッケー。これで三つ目だ。早い。で、あれ、奥に見えてるのは、対岸相当遠いよな、これ。いや、いけるだろ。これ床病んでいけるだろ。これ、乗った。ほら。ぼやけてただけ。四つ目。ワープ進化しました。これで、キース、こう、くぐっていきます。なんかね、キラキラしてるんだよな。キラキラしてるんだから、キャンゾル。キラキラしてるのは、あ、なるほど、ルピーが入ってる。もう1ルピーだから、もう気にせず行こう。次は、滑ると。こっち来たところだからな。あれ、最後の人、あ、こっ、下か。こっちですよ、皆さん。これちょっと難しいんじゃないか。これ、僕にキャンゾルを出す。で、もう、やりたい放題やれ。暴れ回れ。暴れ回った後、回収。で、ここは、こまめにジャンプ。これはね、そう、無理だから。いや、これじゃ。ずらしてここで飛ぶ。よっしゃ。キャンセル、離れたとこから。失礼。これで最後、四つ目です。ススキの焼くぞ。さて、トリー君、どれぐらい上がるか。あ、まあまあそんぐらいだよな。小規模で、パワーも2個。ただいま。これでだ、コンデの仕事もはかどったはず。コンデ頑張ってよかったぞ。コンデのおかげさ。ああ、飛んでった。こっち帰り見ることもなかったぜ。なあ、ねぎらいの言葉一つあったっていいんじゃないか、コンデ。さっきの裂け目小さかったね。小さかったか。まあね。どっからなら入れるんだろう、大きな裂け目は。ん？粉雪が降ってる。あれ？どうした、トリー。奥になんか、あるのは分かってるぜ。そう、はしご。仲間の気配を感じる。上の方からだ。くしくも、コンデが飛んでった方か。行きましょう。まずは、はしごを登り。の、横スクロールアクション。さあ、ここら辺で、こう、行方不明がちな、かがり火をしっかり、ターゲットし、
ここもね、借り物多すぎ。これかがり火ないんよ。どこどこどこ、見逃してるんだろうけど。ああ、あったあったあった。これだ。これを出せば、ちょっと待てば溶けるから。ちょっと待てば溶けるから。これが一番だから。やけどしなさそうだから。やけどしなさそうってそれが大事だから。いいぞ。敵が出てきそう。もう一回で出てくる。飛ぶね。ギャン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 。おい、硬すぎんよ。は？ちょっと待って、こいつ無敵か？無理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 。あーちゃ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 。こ、エリア移動。でも消えてない。消化されてない。逆空間。危ない危ない危ない。逆空間じゃなかった。じゃあ寝ます。頭上に巨大雪玉が落ちてくるかもしれない恐怖と戦いながら就寝。ざっと5時間近く。こっち。飛んで雪玉。ただ、この先ほらほらほら。宝箱があんのよ、危険な場所には。バカ。バカ。魔物石まだ使ったことないぜ。これは、そうだな。キャン、キャンセル、キャンセル、キャンセル。たくさんの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 キャンセル。オッケーオッケーオッケー。ねじりかぼちゃ出てきた。はしごの上です。屋外か？屋外っぽいぞ。ね、つぼも割ってだな。割っといて。一応ビケッチュー。お外。あ、シルビもあるね。あららら、ら、凍ってない水。シルビを登録した。一度二度ぐらいなんだろうか。入ったら、やばい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 。危ない危ない危ない。ただ、水にさえ入らなければ、カチコチに凍ることはなさそうだね。立ち往生してる、立ち往生してる。こっちか。こっちから飛ぶか。いや、飛べないからギリギリ。古びたベッドだね。オッケー、一個ずつ出していこうぜ。タコ、タコス。タコス。だー、なんじゃこれ。タコ焼きになっちゃう。シャリシャリタコ焼きになっちゃう。シャリシャリタコ焼きになっちゃう。出して。ハートのかけらあるよ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 。これ、もう一つ。おお。これ全部集まったんじゃないか。キャーザーめっちゃ揃ってる。11個。あ、2列目来た。偉業達成。で、マップ見るに、下ら、へ、んこ、上、んあ、上か、いや、上なんじゃねえか。このピッてなってるのは、これは知らんよ、じゃあ。上に行きますよ、上に。もう、ふざけん。タコさん。タコさん。危ない危ない危ない。何この滝。流されたが最後か。そっち行ったって何もなさそうだよね。はい、飛ぶ。飛ぶ。お、洞窟が見えたね。入ろう。なんじゃ？これ多分割れるんですよ。で、しかも、足元は滑るしで。注意注意注意。注意注意注意。うおお、危ない。ここは、これね、溶岩岩盤がここに来て、この局所的岩盤が役に立ち、そう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 。そうなのよ。これめっちゃ役に立つよ。このデカさがさ、安定感なんだよ。安定感につながってるわけだから。で、ここ慎重にね。慎重にね。失敗しないぜ。と、飛んで飛ぶ。オッケー。あー、滑るから気をつけて。トリ、滑るから気をつけて。ここ滑るぞ。待って。ここさ、あのひらめいたの、これ床ビュンだと思うんだよ。天才じゃないか。そういうこと。ここは滑りませんから。おお、フォーフォーフォー。じゃあ床ビュンだと思うんだよ。あ、乗り遅れたんだよね。大丈夫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 。ここ。よし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 。オッケー。ね？氷キースってさ、まだ、
倒したことないっすよ。倒したことないですよ、日和すぎて僕が。さあピハット、おいおいおい、ピーハットがさ一方的にやられる姿なんて僕たち見たことないから、大丈夫大丈夫、2体いるんだから。そうピーハットを2体出せるからね、ピーハットを2体出せるようになりましたからね。ピーハットの なぜコストが下がったもんだから。で覚えます、これがアイスキース、アイスキースも4トリ。おいこれコスパ悪いよ。でまだね倒せてないことになってるらしいの。だからもうキャンゾルをだいぶいろんなところに配置しますよ。これこれ、おお、なんかピーハットがわかんないけど見えないところでとどめを刺したらしい。こっち行きます、左側。これはこれ乗ってさ滑るけどね、滑るけど、これなんかないの。あ、広く宝箱だ、絶対宝箱だ。どうした、おーおお、何これ、魔物の肝、ハートだ。倒した魔物が落とした素材、貴重な素材。これなんか痛めんのかな。あ乗れた。ちなみにこっちには何もない。押せるし、これ押せるってことに初めて僕たちは気づいたんだけど。では僕です。ん、あれ魔物か。キャンゾルの火が消える、キャンゾルの火が消える。やばい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 、相当強敵か。やれやれキャンゾルやれ、お一発一発なんでさ。待てよ、よーし、誰、フリザド、フリザドさん。これが3トリ、敵を見つけると霊気を含んだ息を吹きかけながら追いかけてくれる。また迷惑さ、あまり頭上から落としてある。カメカメキャンゾル、あー惜しい。噛んだー、手強いけど時間さえねかかったら恐るるに足らんよ。 1LP だけ回収、左に向かいます。さてコンデがさ、お、なんか復活、あ、したわ。ただもうほっといていいんじゃないか。いやなんかこの部屋ないのかな、この人がいるだけ。だって素通りできるんだぜ左。なんか隠されてると思って叱るべきだろ。いいねキャンゾル、いいね。え、かぼちゃが出てきた。ゴルピーとかぼちゃしかなかったこの部屋。おっと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 、数に任せて。でなんか覚えられます、これはね槍のレベル2だと思います。なるほどね。でこれはしごの部屋って、これ鉄格子今さっき閉まってたっけ、倒さなくてもよかったんだっけ。まあいいや、全滅作戦で進んでますよ。あ、おい、プラプラしてた、プラ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 してる今ね。あの初手を避けられたのはつららが、あんなでっかいぶっといつららが刺さってもロッククライミング手を離さなかったゼルダ姫。リンクくんならもうそのまま真っ逆さま奈落に落ちてたに違いない。根性が違う。こっちどんどん上に登ってきました。あのタコだけまだ倒してない気がする。これなんか降りてきてますね、降りてきてるので、こうブロックが必要、ブロックが必要で溶岩に浮く岩を、そういうことですね。でやられましたね。ただもう強引に進めますから。よし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 、なんだここ、岩岩で塞ぎ上に向かいます。そろそろ出れそう、ほら出れた。これでまた屋外かな。コンデ、そろそろお前が待ってる大地に足を踏み入れられそうだ。白銀の世界。おお、や、高い、ヘブラ山だ。いやもうずっとヘブラ山なんだけど、こっち落ちたら一発ギャー。何、えレーザービーム目玉、レーザービーム目玉だ皆さん、レーザービーム目玉で、スルスルスルリと歩いてきました。何ここ、いや、トアプリ思い出すな。この雪、あ、
危ない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 。どうするどうする。ちょっとスパンが短すぎやしねえか。だから こっちですね。多分進むなら進むべきは。大丈夫、あの避けるの得意です。そうです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 。こっち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 かな、こっちかな。あ、ハートのかけらが出た。また一個一個、また一つ一つと取っていかなきゃいけないから、僕たちは絶対に見逃すことができないから。はい、よっしゃ。ハートのかけらはいいが、ハートのかけらはいいんだが、これはどこがゴールなんだ。これ左か、こっち右っすね多分右。ああああ、ここは大丈夫、ここは大丈夫で、こっから先はあのやばい、やべえやつにはやべえやつをぶつけるんだよ作戦で行きたいなと思ったんですけれども、溶岩岩盤、溶岩岩盤、これちなみに出すとほら相殺されるどころかこっちが勝つので、じゃんけんなんで。あ、コンデシルベもあった。いやマジトアプリ見だ、もうまんまトアプリだよ、セルフオマージュだよ、頂上だよ。不思議な氷の洋館が出てきたら、もうそれは微対値なんだけど、さすがにそれはね。あれ、あ、雪男兄ちゃん、あれ兄貴、怖っ。おーい、これなんか同じ生物なの。あ、でも飛び方似てた。なんで逃げるんだ、どこ行くんだ。おーい、かわいいかわいい、ジダンダがかわいいんだよな、コンデってな。あ、シルベ、シルベをゲッチュし、もうそろそろ着くな。着き、いや、着くのか、まだかかりそうだな。マップの一番端に引っかかってる大きな裂け目ですからね。しかも、飛び切りでかい。え、てか、ヘブラ山のが、なんだったら、一番面積としては、いや、こいつもまがまがしいな。何にしてもでかいよ。大雪が、無法地帯。もう命はありません。ちょっと待てよ。マップ見ると、これもう着きそうじゃね？前言撤回です。もう着くかもしれません。これね、マップ、もう一回、ちょっと待てよ。あ、今、見えた、見えた。こっち、左手側。無視できない情報は、ありました、ありました、ありました。無視できない。これ宝箱ですよ、埋もれてる。かわいそうに鳥、引き上げてやろう。よっしゃ、飛び切り元気よく。では改めてこの先でゲスな。危ないよ。ただもう軌道は読めた、完全に読めた。洞窟だ、間違いなくここをくぐれば大きな裂け目直行便。雪玉は当たり前のように転がってきているが、間に合う、僕たちの動体視力間に合う。ただタコス、あれ嫌な位置いるよね。おら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 、はい、これがアイスオタク、アイスオクタです。はしごを登り、さらに上、もう着きますよ、なんだったら多分。肌感、もうちょこい、もうちょこい。あ、いや、まだ、あ、危ない危ない危ない。これは、ウニでは防ぎきれん、多分。まだ若いウニでは防ぎきれんので、あ、溶岩はちょっと面積がでかいからな。あれ、きれいに当たっただけなんだが、ここは奥、間違いなくいけるでしょ。宝箱、こんぐらいももろともしない。宝箱、お前の中身さえ、なんじゃこれ。あ、牙か、牙か、いらなくね。上上上上、ん、これ温泉か。え、いや、一気に仕留める。あ、倒せた、一気に倒せた。じゃがいはもう放出した。え、これがマグロックか、マグチビロックか、おこロック。攻撃を受けると高音になり、動きが速くなる。おこなんだ。おこだったんだ。かわいいね。で、温泉なんですが、まあ、使ってる暇はないでしょう。あれ？ここも温泉なのか？あ、これ普通の水だ。おーおーおーおい、肩まで浸かるところだったぜ。
命取り、命取り、間違った情報。こっちですね。おぉ、うわぁ、どうした、あれ、コンテの声、ただごとではないよ。あらららら、殴られたのか、うぅ、喧嘩したのか、兄弟喧嘩か、何があったの、叩かれたんか、兄ちゃんに。兄ちゃん帰ってきてくれたと思ったのに、やっと追いつけたと思ったのに、どうしてどうして今度叩くんだ。お兄さん叩かれたの。うん、でも心配いらないぞ、今度頑丈だからこれぐらい平気だ。いや、今度が頑丈かどうかなんて関係ないさ。なんでこんなぶつんだよ、なんでぶっちゃうんだよ。うう、元気はないかもしれない。今度ずっとお兄さんを待ってるって言ってた。そう、家族を待ってただけなんだよ。今度は叩いちゃダメだろうが。きっと兄ちゃん怒ってるんだ。おこロック下にいたよ。兄ちゃんが出発する日、コンデに行ったんだ。いい子にしてるんだぞって。父ちゃんがお星様になってから、お星様、コンデ兄ちゃんの帰りを一人で待ってる。でも兄ちゃんいつまで経っても帰ってこない。だからコンデ考えてたんだ。もしかしたらコンデがいい子じゃなかったから兄ちゃんに嫌われたのかも。それでもコンデが頑張って兄ちゃんとの約束通りいい子にしてれば、いつか帰ってきてくれるはずって。お兄さん追いかけなくていいの。もちろん追いかけるよな、北の方に行ったけど。さらに北、兄ちゃんきっとコンデのこと嫌ってるぞ。コンデこれ以上兄ちゃんに嫌われたくない。ゼルダトリー、ごめんな、しばらく一人にしてほしいぞ。コンデ、お前も一人の時間が必要なのか。足取りが重い、あからさまに。いや、ちょっとシルベだけタッチしてたな、コンデ。僕たちが何とかする。兄ちゃんを、ごめんなさい、引っ叩きます。目を覚まさせてやる、改心させてやる。裂け目の中に行ったのか。鳥、でかいぞ足跡、でかいぞ足跡、すごいでかいぞ。6つ足か、これ6つの足か。違うのか。